手前から快適綺麗微笑みの各ポートアピタタウン金沢米は石川県金沢市無料寺にある分散型オープンタイプのショッピングモール一部を除きユニーが運営している2006年7月 SC 名称メガロ金沢として建設を発表金沢市の大型天井例により一体型の大きな施設では出店できなかったため 東京ドーム約2個分の敷地を8つの外区に分け、大小13棟で構成するという新しい取り組みとして建設がなされた。仮称は建設中の翌年7月にアピタタウン、金沢米と改められた。2007年11月22日、ユニー直営の食料品、スーパー部分と非直営の飲食店、医療品店、生活用品店等が揃う。 1> 第1次開発部分が開業。2008年10月25日、映画館やボーリング場などを備えたアミューズメント施設、金沢コロナワールドがオープンして、全体の整備が完了した。なお、金沢コロナワールドは、アピタタウン内の施設であるが、ユニーではなく、コロナグループが管理、所有している。2010年12月25日、コロナワールド内のアミューズメント施設に、 パチンココロナがオープンし、最終的に完成を見た。なお、SC のコンセプトは、ライフスタイルサテライトタウン、ジャストフィット365で笑顔と夢が集う、街としている。2009年に、ユニーチ直営の中核店舗、アピタ食品館は、ピアゴニストアブランドを変更したが、ショッピングモール名のアピタタウンは継続使用されている。千二十一年六月三十日、 各店舗のピアゴ金沢米店が食の電動ユースとは金沢米店としてリニューアルをオープンした。各店舗の詳細は公式サイトのフロアガイドを参照。新鮮ポート、快適ポート、綺麗ポート、微笑みポート、元気ポート、おしゃべりポート、くつろぎポート、おもしろポート。ありがとうございます。